なんと見てください、これうんこくんに乳首がついています。うんこ色になった。はい、どうも皆さんこんにちは、つぬきゃぴです。今回はですね、なんと初めてのモッド紹介をしていきたいと思います。イエーイ。はい、ですね、今回紹介するモッドはですね、はい、これを見ていただけばわかるようにスーパー TNT っていうモッドを紹介していきたいと思います。このモッドはですね、まあちょっとね、まあ基本的に TNT がね支給されます、支給されますじゃなくてアイテムに増えます。まあ、これは作り方がなくて多分クリエイティブで出さなきゃいけないものだと思うんですが、まあそれでもね楽しいものなので、まあ皆さんぜひ詳細欄に貼ってあるリンクからダウンロードしてやってみてください。それではね、早速僕は紹介をしていきたいと思います。まず普通のね、もうじゃんじゃんやっていきますね。まず普通の TNT をね爆発させたいと思います。あ、ミスった。いきます。はい、まあね、まあこんな感じですよね。まあ TNT といったらこんな感じですね。あ、ミスった。これは捨てちゃいけなかった。よいしょ。はい、ではね次、まあこっからが普通じゃなくてモッドの機能になります。ラージ TNT、 まあ大きい TNT って意味ですね。まあね、日本語訳できるものはやっていきます。ではどうぞ。はい、この通りねものすごくでかいです。まあ普通の TNT のね10倍ぐらいかなはあると思います。はい、まあこれがラージ TNT ってものですね。はい、次、なんだこれは、まあメッシブ TNT っていうのやっていきます。これは意味わかりません。はい、これはもうめっちゃでかいやつですね。はい、さっきのものより深くにまで掘るっていうことは、まあいわゆるね、いわゆるまあね、さっきのラージ TNT より大きい、よりね大きいのがこのマッシブ TNT 読み方わかんないですけど、まあこれになります。で次なんですが、まあ、これねちょっとさっきね一回取り直しっていうか、これ取り直しなんですけど一回失敗しちゃってるんですね。まあね、はい、こちら紹介するんですけど、これちょっとかなりやばいので、ですね、まあちょっと遠くでやりますね。ここで やりましょう。で、マイクラフトの設定をできるだけね、もう軽い設定にしとかないと大変なことになるので、まあこんぐらいやるとね、FPS あんま出てないけど、あ、出るね、まあいいや。はい、やっていきましょう。これ本当に重たいのでね、まず。TNT 爆発するとね、こうやって爆発しません。でこの間はタイムラグっていうか、まあなんかラグっていて、まあねモブとかも全く動かない状態になります。はい、でまあこのままだと僕の PC じゃね、まあはい、一向に終わらないので一回ね落とします。はい、シューティングダウンインターナルサーバー、ここでたまに落ちてしまいます。この最強のね爆弾 TNT、 これで落ちなければ見せれるんですけど、どうなるのか。はい、まあ、無事にね落ちずに、落ちなかったです。はい、でなんとこれねちょっとファンにしましょう。まあ一回もうね終わればいいんです。良くなかった、重たいやばいですね、このこれは。はい、今ブロックがね一気になくなったので多分落ちたんで大丈夫ですね。はい、このようにこの TNT は恐ろしいことになります。めっちゃえぐれてますねはい、これは本当にまあ低スペの方やると 100% クラッシュしちゃうので、これはやるとき気をつけてください。はい、これ本当にやばいです。はい、やばいっすよねこれで、これなよくわかんないんですけど、これは何なのかな。
まあね、ちょくちょくあるんですけど、なんか分かる方いたらコメントください。ヌークリアーウェイスト、ウェイト、ウェイスト、分かんない。はい、でね、はい、元に戻ります。てか向こう行きます。どこでやってたっけ。あ、ここか。はい、まあね、やばいですね。下までえぐれます。岩盤もえぐれます。はい、で、ちなみにこれの次、 This is so big it will crush your computer って、まあ、crush your computer って書いてある時点でわかると思うんですけど、まあ、こちらね、はい、まあめっちゃ高スペックの人ならいけるんですけど、自分の PC はこれ耐えれません。なのでやらないんですけど、はい、コンピューターが破壊され、まあ、運が悪いとコンピューターが破壊されると思います、多分。まあ基本的にはマイクラが応答なしになって、ここのサーバーというかデータが開けなくなるみたいなのがあります。なのでこれは勇気がある方、そしてコスペだと自分で思える方はぜひ挑戦してみてください。はい、まあ、このね、さっきのこれのね10倍から100倍だと思っていただければ多分いいと思います。はい。では次のね爆弾紹介していきたいと思います。ビオムブースター、はい、自分これ一番かっこいいと思うんですよね。はい、あれ、ここか。はい、こんな感じで、ちょっと分かんなかった方いるかもしれないんで、もう一回やりますね。はい、上に上がると同時に、どっかにね TNT が、はい、こうやって落ちるんですね。で、これが爆発すると同時に上から TNT が降ってきて、はい、周囲を全部爆発してくれます。これほんとねかっこいいですよね。シュー、どこに落ちた、あれ。はい、めっちゃいいですね。はい、では次、スノー TNT、 これはまあ大抵の方想像できると思います。はい、では行きます。はい、このようにね爆発したとこ一面が雪になりますね。はい、まあ、これはね、なんと言えばいいのかよくわからないですけど、まあすごいんじゃないですか。てんてんてん。はい、では次、オシアン、オシアン、わからない、オシアン TNT ですか。ああ、待って、爆発しちゃう。あと、これできなかった気がする。できたっけ。あ、できた、できた。はい、これはね水っていうか、ちっちゃなね湖的なのを作ります。作りますっていうか、湖じゃないね。水源をこんな感じで作りますね。なので、まあサバイバルじゃ使えないんですけど、もしね、まあ、ちょっとクリエイティブを出す感じのサバイバルなら、部屋じゃない、家の周りにね水源欲しい時とかにこれを爆発させれば、はい、このようにね、まあ、水ができるので、まあいいんじゃないでしょうか。いらない機能ですね。はい、では次、スポンジ TNT、これはまあね分かると思います。スポンジが分かる方なら、あ、 OK。 スポンジ TNT っていうのはちょっとこれ重たいんですけど、はい、こんな感じでね、はい、水を吸収してくれます。普通のスポンジは1マス、普通のスポンジ、スポンジ、スポンジ、はい、普通のスポンジはよいしょ、こんな感じでね、はい、水をね、まあ、吸い取るんですけど、あれ、あれ、すいません、まあスポンジって言ったら水を吸い取りますよね。はい。まあそれを、TNT 版にした感じのものです。なので、水の近くでやると、ほら出てる、はい、こんな感じでね水を吸い取ってくれます。まあこれはね使い道はあるのかよくわからないですけど、はい、まあいいんじゃないでしょうか。はい、では次、ちょっと暗くなってきたんでお昼にします。はい、次、モブ TNT、 はい、なんかこれクリーパーなんですかね。なんか僕的にうんこさんに見えるんですけど、うんこさんっていうのはまああの方です。はい、このモブ TNT は至ってシンプルで、1個爆発させると、
モブの中からねランダムに1体モブが召喚されます。なのでまあいっぱい出すと、はい、ちょっと地味なんですけどはい、こんな感じになります。はい、まあランダムにモブが出るんで、なんかパンドラボックス的な感じで面白いですね。はいめっちゃ言わされてる感あるけど、一応面白いと思ってるから。本当にこの TNT モッド、スーパー TNT モッド本当ですよ。で次いきます。はい、モブ TNT2、 はい、さっきの改良版です。これはねちょっと重たいです。はい、いきます。はい、こんな感じでね、もうモブがめちゃくちゃ出てきます。はい、これをねまあ3つとか爆発させるとFPS がね持たなくなっちゃうので、はい、まあやんないんですけどはい、まあこんな感じでめっちゃモブを出すことができます。ちょっと重たいのでピストルに一回しますね。はい、ちょっと消して、はい、落とします。あれどこだっけ、ここか。はい、ではね次、まあ、この子たちにはかわいそうなんですけど、あ、その前にこれですね、ハウス TNT。 あ、村人がちょうどいるからここに作ってあげよう。はい、これは爆発させると、はい、ここに家が建ちます。ちょっとこの村人さんを埋めてあげたいな、家に。はい、こんな感じでね、村人さんも家の中に入って気持ちよさそうですね。はい、まあ家がねできるっていうねモッドじゃないわ、爆弾です。はい、これはね完璧なる豆腐ハウスしかできないんですけどはい、まあちなみに中にはね必ずチェストが入っていて、まあこれがね必ずテンプレートで入っています。はいはい、では次のはねいきますね、どんどんいきますね、もうほんと。じゃあこのね、この石のタワーみたいなのにやってみます。はい、まあこんな感じでね、ダイヤモンドの鉱石ではなくブロックがね爆発した部分に残ります。はい、そして中も全部あれですね、ダイヤのブロックになります。これ素晴らしいと思いますね。まあね、これでこうやってねやれば、よいしょ、あ、ちょっとラグってるな。はい、まあこんな感じでね、まあちょっとまだまだなんですけど、ダイヤのさっきのね石のやつからダイヤのねタワーができるようになります。まあね、これ素晴らしいですよね。なかなかサバイバルで使えないんですけど、まあ建築にちょっと使えるかもしれないです。はい、では次なんだこれか、クラッピー TNT。 これすごいんですよ、ほんと。はい、これはまあね、いきます、ここでやりましょう。はい、こんな感じで、このブロックは何だっていうお話ですけど、こんな感じでね、はい、ブロックがなります。こうやって、そしてこれは何かと言いますとですね、はい、ピースオブプープ、プープ、ポープ、わからないけど、はい、いわゆるねうんこのかけらってことですね。はいでこのブロックの正体はどれだっけな、はい、こちら、あれ、これじゃない、ピースオブプープじゃない、すいません、こちらですね。はい、ブロックオブプープ、まあうんこ、うんこってことですね、いわゆるうんこのブロックってことです。はいはい、でこれは何かと言いますと、まあ爆発した部分の水の場合ですね、は何かと言いますと、どれだっけ、これか、リクイドクラップ、多分ですけど、これちょっとね日本語訳わからないんですけど、多分ですけどあれです、大イベント来たらあちらですよね、まあショーの方ですね、多分こちらショーの方だと思います。はいまあこのモブが、このモブじゃない、この TNT がね一番僕的に魅力的かと思います。なんと見てください、これうんこくんに乳首がついています。うんこ色になった。
ではリアリークリクラッピーっていうね TNT 爆発させたいと思います。はい、これはねやばいですね。もうさっきのうんこうんこの爆弾の3、4倍 ?5 倍ぐらいかなの範囲をうんこにします。これはねもうすごいですね、ありえない圧倒的なうんこ押しですよね。ほんとこのモッド、はい、まあスーパーモッドっていう、あスーパー TNT っていうくせにね、うんこの協調性っていう謎のねコラボ、はい。まあこれが一番好きですね個人的に。あそうでもないかな、自分いっぱいいっぱいあるの好きなんで、まあ今から見せるこのクレスター TNT っていうのと、あとどれだこれか、まあさっき見せたビオームブースター、これほんとかっこいいですね、自分好きですねこれ。はい、上に行って、はい、 TNT がこんな感じで降ってきます。はい、ではね最後 TNT の最後ですね、このクルスター TNT を紹介していきたいと思います。うんこのかけらがいっぱい落ちてますね。はい、ではまあ見た目は普通の TNT と一緒ですよね、若干違いますけど、はい、ではやってみましょう。これちょっと処理が大きいです、大きいですっていうか長いです。はい、こんな感じで、おー重たい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 。はい、今見ましたか、まあ、ちょっと重たいんですけど1個ね、どんぐらいだろうな、このメッシブ TNT ぐらいの爆弾が爆発すると同時に、ね、多数の TNT がね一気に巻かれます。はい、じゃあこのモブがいっぱいいるところでやってみましょう。どうぞ爆発してください。いけ、重たい。はい、こんな感じでね、まあモブを一掃できます、一掃、はい、まあね撲滅できます。この TNT めっちゃ僕好きですね。はい、ちょっと重たいっていうのが難点なんですけど、はい、僕この TNT 大好きです。はい、どうだったでしょうか。今回はねスーパー TNT っていうモッド紹介しました。最初にも言った通りね、詳細欄にこのモッドの説明欄、説明欄じゃないわ、リンク貼っとくので、ぜひ皆さんもね遊んでみてください。ほんとうんこさんとかぜひこのねうんこのブロックと遊んでください。はい、初めての実況じゃなくてモッド紹介だったので、ちょっと下ってるかもしれないんですけど、そこら辺はご了承ください。よければねコメント高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。